サイプルの細部の日常でございます。おはようございます。ですね。まあ、今は晴れてますけど、今日から台風が、まあ、和歌山とか紀伊半島、名古屋、東海地方で、まあ、直撃するらしい。まあ、新幹線も止まるような、ことが出てますけども、お気をつけください。まあ、東京にもどれだけ関東にもね、被害というか雨が降るのかちょっとわかりませんけども、ちょっと気をつけましょう。なんか昨日もね、外出してた時には、まあ、なんか外出してる時にも、ちょっと雨に降られちゃう部分が多くて、なんかその結構ピンポイントでね、ちょっと外出の時にあって、まあ、外出が終わったらもう、そのピンポイントの時間を除けば、全然関係ない、降ってないんですけど、昨日もちょっとピンポイントの時間にやられましてね、ちょっと残念でしたね。まあ、昨日は最後にね、カフェテーマさんという、ちょっと今週でね、閉店してしまう、ところで、ちょっとライブを行ってきました。まあ、狭山の方と、あと、東京の品川の方面の人たちとね、半々ぐらいで、昔からのなじみの客と、こちらの方の、おなじみのお客さんと、狭山の方で新しくできたお客さんが、半々ぐらいでね、見に来ている、ような日でしたね。まあ、なかなか東京と、最後の人が交流できる、いい場ではあったんですけど、まあ、今週一週間あるんでね、またお邪魔したいと思います。はい。今日も元気にさよなら、ありがとうございます。スーパー狭山人サイアプリ、狭山茶でいつもハッピー。